はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理北海道丸一をお送りします。で、前回まででね、東北地方まで終わりました。で、最後北海道が残ってるんだけど、いつもはね、都道府県名をやってって詳しく説明みたいな感じでやってきたんですけど、もう北海道で分かってるので、ここに関してはだから都道府県を問う問題はなしにして、北海道の特徴をこれからやっていきます。で、その1本目ね。で、今回は穴埋めが全部で8問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず最初の4問に関しては、地図の中にも、まあ番号振ってありますけど、山地、山脈、そして平野です。この3つも、平野2個ありますけど、で、この3つに関して覚えてもらいます。で、まず1番なんですけど、北部にホニャララ山地っていうのがある。で、山地、これね、場所ここです。で、この山地の名前が北に見るで、北見山地って言います。北見山地ね。で、今度南部です。南に行ってもらって、で、ここ。ここにある、これ山脈ね。こっちは山地なんですけど、こっち山脈になります。で、この山脈の名前が、日に高いで、日高山脈って言います。まず、この北見山地、そして日高山脈。これね、他にもあるんですけど、まずこの2つ押さえてください。で、次に平野に行きますね。で、次まず西部なので、西なんで、ここですね。ここにある平野です。で、この3番の平野が石に狩りだね。これで石狩平野って言います。3番の場所が石狩平野で、次東部なんですが、これまあどっちかというと日高山脈の東部だね。すぐ東側にある、ここにある平野の名前が十に勝ち負けの勝ちで、十勝平野って言います。いいね。石狩平野、そして十勝平野です。で、もう一個、今回問題になってないんだけど、これです。根線台地って言います。で、これ場所がここ。ここね。これが根線台地。これもね、ぜひセットで、このまず5つ覚えておきましょう。で、さっきも言ったんだけど、他にもあります。だから学校の先生が、もしね、北海道のこう地図を出してきて、いっぱい穴埋めがあると、例えばプリントとかね、やった場合は、そっちもぜひ覚えておいてください。まず、よく出てくる5個をここで押さえておいたので。では、ちょっと話が変わって、次、気候ですね。で、まず、北海道って、ホニャララ帯に属します。で、このホニャララ帯っていうのは、例えば温帯とか、まあ、熱帯とかいろいろやってきましたけど、北海道何かっていうと、北海道は冷帯に属します。いいね、北海道は冷帯なんです。で、おそらく北海道のイメージで寒いとかいうイメージがあると思うんですよ。でもその通りで、まあ、冷帯に属するんで、気温と湿度が低いです、まず。特徴としてね。で、あるものがないんです。ホニャララがないことが特徴なんですが、これ何がないかっていうと、梅雨がないんです。北海道。ね、梅雨がないことが特徴。なんだけど、実は南北に伸びる山地によって、これはさっきやった、こうやって南北にこうやって伸びてるでしょ？山地とか山脈が。で、その辺によって気候の特色が変わるんです。で、どう変わるかっていうと、ざっくり言うと左と右では変わります。つまり、日本海側。と太平洋側で変わる感じで、これを分けて覚えてほしいんだけど、まず日本海側ね、つまり左側です。こっち側で、こっち側は冬になると北西のホニャララ風、これね、もうよく出てきます。北西の季節風ね。で、これが暖流、あったかい流れね、対馬海流です。で、これ、対馬海流ちょっと復習しますけど、こう、北海道があって、こう、日本列島が繋がってると思って、ここに。で、日本列島の上側を下から流れてくるやつ、こうやって。これ、対馬海流ね。で、これの影響を受けます。上から来る方じゃなくて、下からの方ね。冬なんでね。で、それがあったかいんです、対馬海流。
で、その影響を受けて多くの湿気を含みます。この季節風が。で、風が湿気を含んで、それが山地に当たるの。山にボーンって。で、その当たった時に雪を降らせます、めっちゃ。いい。それがまず日本海側の特徴。だから雪をもたらすと。で、今度太平洋側ね。右サイドです、こっち側。で、こっち側は、夏です。夏の南東の、また同じね、同じ答えなんで、季節風が今度寒流の親潮、つまり千島海流ね。これは上から下側を来るこの海流です。こっち。で、これの影響を受けて寒流、寒いから冷やされます。風が。で、冷やされたことによって、あるものが発生するんで、夏でもね、晴天の日が少ないんです。日照時間って言って、こう日が当たってる時間が短かったりするんですけど、これ何の影響か。濃い霧です。つまり濃霧ね。で、これが発生するから、夏でも晴天の日が少ないというのが起こりますので、これも覚えておきましょう。では、今回は社会の地理、北海道丸一をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2ってことで、一応ね、丸3まで北海道やるつもりですので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。